はい、皆さんこんにちは。こんにちは。スペースビ編集長の太田です。対談の相手はおなじみの医師です。医師です、よろしくお願いします。医師、今回はこちら、はい、こちらの7選になります。こちらどんどん7選なんです。こちらですね、宇宙人映画を語る初心者向けおすすめ映画7選になります。一番ニーズがあるんですね、まあ、まずこっから入ってほしいなっていうところですね。まあ、いきなり100作見るのちょっと大変ですね。ぜひ入り口はここから入り口はここからってことで、はい、で僕らもね、こう今まで宇宙人映画を、まあ、100本以上100作品以上見てきたんですけども、まあ、このね、あの7選は非常にこう入りやすい、ハズレがない、そう、ハズレがないですね。はい、で、このね、ちなみにこう7選をちょっとお伝えすると、まあ、E.T.、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス、コンタクト、インディペンデンス・デイ、フィフス・エレメント、MIB3、スター・ウォーズ・エピソード5になります。うん、なかなか面白い。バラエティ、ね、バラエティ豊かですね。ラインナップですね。はい。で、まあ、一種ね、早速、スピルバーグ監督のこの E.T. からいきましょうか。はい、そうですね。E.T. はですね、本当に有名ですし、まあ、ネットで調べると大体おすすめで上がってくる と思うんですけれども、やはりですね、こちらは本当に万人受けしますし、うん、どんなシチュエーションでも、どんな年代層でも楽しめる、本当に鉄板の映画かなと思っております。しかもですね、決して独創性がないというわけではなくてですね、本当にオリジナリティにあふれたスピルバーグ監督のエッセンスに凝縮した作品になってますので、万人受けもしますし、かつ2もうならせるという、まあ、完璧な作品ですね。僕自身がね、まだ若かりし頃に映画館でね、立ち見をして見た映画なんですよね。あ、立ち見をされたんですか。そうで、E.T. のね、こう容姿っていうものがね、はいはい、こう宇宙人のこう衝撃を受けたっていう、あれは確かに作品ですね。斬新ですよね。はい、でやっぱり子供心っていうのかな、はい、幼な頃っていうのをやっぱ取り戻す、まあ、作品ですね。確かにスピルバーグ監督、結構子供を描くのが割と好きなの方だと思うんですけど、好きなのかな、やっぱりその子供の神秘というか、そういったものをすごく描いてるかと思いますよね。なるほど、はい、で E.T. って確かね、カメなんですね。実はカメをモデルにしてるモデルってね、それ後からして納得しますね。そうですね、後からしてよく見るとカメですよね、確かに、はいではね、まあ、2本目、はい、2戦目はですね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックスです。リミックスですね。こちら、なんでリミックスからなんだよって方ももしかしたら言うかもしれないんですけども、まあ、もちろんマーベル作品ですね。アベンジャーズとかですね、まあ、もちろんシリーズで展開してると思うんですけれども、はい、あちらのマーベル・シネマティック・ユニバース、MCU、なかなかとっつきづらい方もいるかなと思うんですよね。まあ、なんかもう、なんかアイアンマン死んじゃったし、もういいかな、今更見る必要ないかなみたいな感じで思う方もいるかもしれないんですけども、まあ、入り口として見るならぜひここかなというところでちょっと持ってきてみました。こちらですね、やっぱり良いところはですね、このやっぱり万人受けするコメディのテイストですよね。かつすごく壮大な宇宙戦争という世界観、この2つがうまく融合した作品となってまして、ある種 SF 映画の一番面白いエンタメ要素が凝縮された作品なのかなと思います。まあ、宇宙人の、まあ、キャラクターの個性も際立ってる、はいはいはい、まあ、作品なんですよね。キャラになってますね、はい、でもなんか愛がテーマなんだよね。そうですね、はいまあ、確かにそういった意味では本当にスターウォーズのストームトルーパーとか本当に無個性じゃないですか。それとは比べ物にならないほど個性に満ちた作品だった、ね、やっぱ面白いね、そういったね、はい、個性的なやっぱキャラクターが出てくるっていう面白いやっぱ出てくるよね、やっぱりね、やっぱりそこは、まあ、ルーカス監督の個性もあると思うんですけど、まあ、それぞれ違った宇宙戦争の描き方があるのかなと思います。そうですね、ではね、3戦目はコンタクトです。コンタクトですね。こちらは名前結構有名だと思うんですけれども、うんうん、まあ、本当にですね、今まで取り上げた中で一番泣ける作品かなと思います。あ、そうかもしれない。まあ、作られた年代も若干古いじゃ古いんですけれども、うんうんうん、SF 界のレジェンドと言われているカール・セーガン、ね、はいはいはい、カール・セーガン監督の原作となってまして、はいはい、本当にですね、宇宙人とのコンタクト、最初の接触ですね、そちらをテーマにした作品としてはある種群を抜いて優れている作品なのかなと思いますね。なんかやっぱこうスペースブラザーズとかね、はい、を考えさせられたりとか、うん、あとやっぱこう宗教とね、やっぱりこう科学ってやっぱテーマになった映画でもあるから、はい、その辺をね、やっぱりこう興味ある方が見ると語りたくなるね。そうですね、まさに語りたくなるんですよ。そういう作品ですよね、はい、見終わった後に本当 1,2 時間カフェでちょっと雑談したくなるみたいな、そういった作品ですね。ではね、4作目は
インディペンデンスデーです。はい、インディペンデンスデーの1作目。そうですね、はい、そこ注意しなきゃいけないんですけれども、はい、こちらですね、あのどんな方にお勧めできるかというと、まず第一にアメリカが好きな方、あ、まあ、結構多いと思うんですけど、アメリカが好きな方にはぜひ見ていただきたいかなという作品ですね。まあ、要は宇宙侵略ですね。宇宙人が侵略してきて、それに対して世界が一致団結して立ち向かうという、まあ、すごく王道な展開ではあるんですけれども、その中でですね、まあ、決してキャラが立っていない映画ではなくて、本当に一人一人キャラが立った上で宇宙人に立ち向かうっていう、そういった面白い展開になってましてですね、まあ、やっぱり大統領の演説、これは本当に泣けますので、ぜひ、ご覧いただきたいかなと思います。まあ、インディペンデンスデイっていうと、こう何なのって役が思うかもしれないんだけど、やっぱアメリカのね、まあ、の独立記念日っていう意味になるんですよね、はい、そうですね、そうだから、まあ、なんとかな、最もこうアメリカらしいこう作品というか映画になってるかもしれないし、世界に対する責任感、そう責任感、ね、はいはいはい、でこれが面白いのはやっぱ地球人のこう目覚めっていうのを、ね、うん、描いてるんだよね。確かにこれがなんかね、アメリカらしい感じがします ね、 そうですね、日本人、アメリカ人じゃなくて、やっぱ地球人として、そう地球人として立ち向かうと向かうってね、うん、そういったところですよね。そうですね、そういった意味ではすごく、はい、メッセージ性の強い作品が強いですね、これはね。ではね、あの5本目、5作目はフィフスエレメントです。フィフスエレメント、こちらはですね、まあ記載のリュック・ベッソン監督の、はい、まあ大好きだね、我々。そうですね、我々大好き、もう全てを注ぎ込んで作ったような奇跡のような作品となっておりますね。はい、こちらですね、本当におすすめできる点がもうありすぎて、まあ、どこをおすすめしたらいいかわからないぐらいなんですけれども、あえて言うとすればですね、やっぱりこのビジュアルですよね、ビジュアルがですね、本当に未来社会を本当に面白い形で描いていまして、まあ、はちゃめちゃなストーリー展開とかですね、まあ、神話とか宇宙人とかいろんなオカルト要素をごちゃごちゃに詰め込んだ展開とか、うん、そういったですね、本当にいろいろな目白押しの作品になっておりますね。なんかあの宇宙人とこう神秘性とかね、あの未来社会とこうユーモアとか、まあ、そうなんで、ね、バランスよくこうまとまって、うん、まあ、とっても面白い作品ですね。はいはいはい、はい、まあ、あんまみんなね知らない方が多いと思うんだけど、ね、これはおすすめで一回見ていただきたいですね、はいはいはい、ちょっと昔なんで面白くないかなと思う方もいるかもしれないんですけども、はい、結構今見ても全然新しいですね。そうですね、はい、ではね、あの、まあ、6本目 6戦目っていうんですかね、はい、こう MIB3 です、うん、MIB ですね、こちら絶対題名は皆さん知ってると思うんですよね、はい、まあ、大人気のウィル・スミスが主演をしている黒服の男たちの話なんですけども、まあ、宇宙人×ダンディズムみたいな感じの、はい、そういった形のテイストですよね。まあ、コメディありつつもしっかり最後はあのすごくサスペンス要素というかですね、謎解き要素がありまして、最後に謎が解けて泣けるという作品になってましてですね、こちらは本当に、まあ、3部作あってなぜ第3話から進めるのかという疑問を持たれる方もいると思うんですけど3部作目がですね、こちら全ての今までの謎が解けて、あ、そういうことだったのかという、時間の輪がつながるような作品展開になっておりますので、まあ、3話目から見てもすごく面白いんじゃないかなということで3話目から持ってきて、まあ、本当はね、僕とか MIB 大好きだ、こう、ワン、ツー、スリーって全部見ていただきたいんですけど、はいはい、まあ、3、3が一番なんかね、まとまってるっていうんですかね、はいはいはい、やっぱり。で、やっぱりこう、ユーモアあふれるこうシリーズ作品なんだけれども、なんかこの作品、3作目はね、こうなんか宇宙のこう時間のとかも、うん、まあ、垣間見えるし、はいはいはい、最後、こう、まあ、そのまあ、宇宙人は人間的なこう感動っていうのかな、うん、そういったものを訴えるものもあって、非常にね、まあ、3作目もしかしたら一番いい泣ける作品そうかもしれませんね、はい、まあ、あれですよね、もう3部作全て紹介してほしいとしましたね映画あの、まあ、僕らが好きでそうなっちゃったんですけどね、はい、なので気になる方はぜひそちらもご覧いただけたらと思います。ではね、最後に7本目、はい、7戦目ですね、あのスターウォーズエピソード5です。はい、エピソード5です、ね、はい、まあ、こちらスターウォーズはやっぱり取り上げないとさすがにバチが当たるということで持ってきたんですけども、はい、まあ、その中でもですね、やっぱり9作品の中でどれを選ぼうかと思ったところで、うんうんうん、まあ、やっぱり第5話こちらはですね、外せないなと思って持ってきてました、ね、まあ、スターウォーズですね、まあ、あまりにも有名すぎてもう何を今更というかですね、もう見たことがない方はちょっともう 今から見るとちょっと負担に感じる方もいるかもしれないですけども、うんうんうん、やはりね、第5話からぜひ見ていただきたいかなと思っております。なぜならですね、こちら第5話の最後のセリフですね、 I am your father という衝撃の真実が明かされる作品ですので、ぜひご覧になっていただきたい。まあ、スターウォーズって、まあ、つい最近ね、こう完結したんですね、あの、まあ、9作あったんですけどね、はい、で、まあ、新しい作品見た方って多分全部
その後あの古い作品まで見る方は少ないと思うんだけども、うん、スター・ウォーズって意外に古い作品のが面白い、ね、そうですよね。ここをちょっとねあの、まあ、ご理解と申しますかね、はいはい、あの最近のものを一作見て、まあ、あんまり判断してほしくなくてね。そうです、だいぶキャラクターが違う作品になってますからね、はい、まあ本当に初期のねエピソード、まあ、4とか5とか6とかね、これは非常に面白いですね。そうですね、はい、まあどこから見たらいいかわからない方はですね、ぜひあの我々が一度すべて通しでね、あ、通しでね、シリーズで一回対談しました、そう見ていただきたいですね、はい、ぜひ見ていただきたいです、はい、で今回は、まあ、あの初心者向けおすすめ映画、まあ、7選でしたけど、次回はですね、はい、掘り出し物隠れた名作5選を語りたいなと。掘り出し物ですか。それ何が選ばれたのか気になりますね、はいはい、ちょっと選んでみますからね、はいはい、まあ、次回もねぜひあのお楽しみにしてください。ではバイバイ。バイバイ。